今日はスタジオ飛び出しまして、ロケということで、私が前職の時から付き合いがある、上村防音工務店さんにお邪魔しております、はい、よろしくお願いします。で、上村防音工務店、まあ、名前の通りなんですけども、防音専門にやってる工務店さんでして、京都と滋賀をメインで営業されてるって感じですよね。はい、そうです。防音工事って正直僕ら普通の工務店ってやりたくないんですけど、その理由って分かりますよね。あとあと音が漏れてどうなってるんだと、はい、まあ一回やってしまうとやり直しが効かないので、はい、もし普通の大工さんがやって音が漏れたらやり直しっていうのはなかなか難しい。そうですね、はい、はい、おっしゃる通りで、やっぱり僕ら工務店って後でやり直しって言われるかなんわけなんですよね。なので正直、慣れた工事をやる分にはいいんですけども、そういうちょっと得意な、防音みたいな得意な工事を言われると、大体の工務店って聞くんですよ。そういう中で、こういう得意な、そこに特化した、防音というところに特化した工務店さんがいらっしゃるっていうのが、まず、ちょっと面白いところかなというところですね。で、防音工事って大体どういうことでご依頼されることが多いですか？やっぱり音楽家で、夜もピアノの練習をしたいだとか、はい、音楽教室をやりたいだとか、はいはいはい、フルートを、はい、とか弦楽器、バイオリンですね、はい、とかをやっぱ夜も時間に気にせず、昼夜気にせず、はいはい、やりたいっていう方がもうほぼほぼ8割方ぐらいですかね。はい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 、はい、そういう人が、上村さんとか見つけはって、ちょっとなんとかしてほしいっていう感じで依頼されることが多いです、はいはい、どういう工事をしたら、音として収まるのかであったりとか、それによってどういう効果が見込めたりするのかっていうところを深くお聞きしたいんですけども、まず、築例えば20年だとか25年とかのうちは、もう天井も床も全部いったら潰します、はい、あ、潰す、はい、潰して、もう一回天井を作り直して、はい、壁も床も全部作り直し、一から作り直しですね、はい、防音効果、どういうところ、どういう素材であったりとか、どういう工事をすると、そういうので防音効果を得られるものになるんですか？主に普通の住宅で使う石膏ボード、はい、普通の石膏ボードはもうやっぱり使用しないですね、はい、それでは絶対音が止まらないので、はい、コンクリートに近い、すごく硬い素材を4種類、5種類使うんですけれども、はいはい、硬さが違う。硬さが違うって、柔らかかったらその音が通っていくっていう。そうですね。で、言うと、ちょっと柔らかい石膏ボード。はい、石膏ボードでも主に硬さが大体3種類ぐらいあるんですけれども。普通に、ね、ホームセンターで売ってるものはそのうちの1種類。1種類ですね。それが、1種類は、石膏ボードは、普通の住宅用に使われるやつですね、はいはい、でタワーマンションで使われるような強化ボードであったりとか、強化石膏ボード、はい、で硬質ボードっていうスーパーハードと言われるボードであったり、普通の石膏ボード、強化石膏ボード、硬質石膏ボードみたいな、そうですね。それをうまく組み合わせして、はい、中に例えば高密のロックウールを入れたりだとか、ロックウールって断熱材の、はい、綿ですよね、はいはい、もうそのちょっと素材が硬いやつを入れたりだとかして、はい、そのピアノ防音であったり、バイオリンであったり、ドラム防音であったり、いろいろ組み合わせ、その楽器の用途によっていろいろ組み合わせを変えたりして、防音室を作っていくと。なるほど。ちなみにそういうのは素人目で考えた場合に、防音って単純に今の話で言うと、柔らかい石膏ボードだったら、簡単に音を通しますと。はい、で、硬い石膏ボードだったら、音を遮ってくれますと。っていう話で言うと、もうその防音だけ考えたら、もう硬い石膏ボードで一番パーンって張ってしまったりとか、3倍に並べたらいいんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけど。そうなんですよ。はい、音楽にはですね、やっぱり周波数、メロディーがあったりするんですけれども、はいはいはい、例えば、同じ、すべて硬い1種類のボードですべて壁、天井、床を全部張ってしまうとですね、はい、ある一定の周波数は止まるんですけど、ある一定の周波数は抜けちゃうんですね。はい、なので、違う硬さ、厚さを、はい、いろいろ組み合わせて、そこによって音楽、いろんなメロディーがある、はいはい、この周波数にはこのボード、はいはい、この周波数にはこのボードっていうふうな形でいろいろ組み合わせて音を最終的に全周波数止めるという。だから
よくわかんないです。こう0から100まで周波数があったとして、例えば20っていう周波数に対しては硬い石膏ボード有効ですと、はい、40っていうのは有効です。ただ50、60になってくるとその石膏ボードじゃ難しくて別の種類の硬さの石膏ボードじゃないと止まらない、はい、そうです、そうです、はい、なるほど。結構難しいです。難しいです、本当に難しいです。難しいです。でそれもちろんその楽器の種類によっても変わる。変わります、はい、あれなんですか、やっぱりそういう意味で言うとどういう使い方されるのかっていうのが結構またそれによって変わってくる。防音工事が、そうですね、まあピアノ防音ですと、まあ、大体 3種類から4種類のボードを、そのボードを大体7層ですね、はいはい、壁を7層、うん、あ、そうですか。だからピアノっていうのはその高い周波数から低い周波数までもうさまざまな種類の周波数を出せるからそれだけの層を作る、はい、はい、なるほど、はい、はいはいはい。で一番難しいのはドラムなんですね、はい、ドラムはバスドラムといって大きい足で踏むようなタイプのやつが、はい、個体音になるんですけれども、はい、もうそれはもう非常に難しい。周波数がまた変わってくるから、はい、それはまた層難しいね。層の問題です。7層作るが10層になったりそういう意味、まあ、そう、まあ、単純にまあそういうことですね、はいはいはい、それだけ止めるその周波数の幅が広く、はい、難しいってその周波数の止めなきゃいけない周波数の幅が広くなったりだとか、その打撃音になるので、あと壁を叩いてるような音を止めるっていうのはなかなか難しい。あ、音の強さっていう、はい、中音高音は結構止めやすいんですけれども、はい、低音は非常に難しい。響いちゃうから、はい、そう考えればオーケストラのもうそういう防音ルーム作る最悪な感じですね。まあ、ものすごい費用かかると思います、本当に、はい。まあ、スタジオを作るのがやっぱり一番難しいかもしれませんね。スタジオは歌う人もいれば、はい、ピアノ弾く人もいれば、はい、ドラム叩く人もいたり、はい、ベースを弾く人もいたりだとか。はい、なので、スタジオが防音屋さんにとっては一番難しい。なるほど。はい。はい、はい、はい。ちなみにそういうのって、なんか、マニュアルみたいな、それともこれまでのその上村さんの経験で、一応もうそういうの培ってきたのかっていうのは、まあマニュアルは結論からマニュアルあります、はい、どういうところがそういうマニュアルみたいなのしてるの。まず石膏ボードを出してる会社がまずマニュアルを出してますね、はいはい、それは主に壁の、はい、壁の遮音に関する、マニュアルを出してますね、はい、で床は床で、床のその防振金具とか、はい、防振の、要するに、遮音用の土台みたいなところを、が使ってる会社が出したりだとかして。足ってことですね。はい。はい、使う会社。使える。はい。はい、はい、はい。それをうまく組み合わせるのは、まあ、経験というか。はい、はい、はい。結局そこまでは一応、まあ、メーカーとしてこんだけやったら、これぐらい収まりますよ、はい。壁の会社というか。床の会社。はい、で結局それはじゃあ現場でどうやったら。組み合わせるのか。で、あれとか、まあ、どういう、状況の時に、まあ、どういう楽器使ったりであるとか、まあ、どういう使い方をするときに、まあ、どういう防音工事をすべきなのかっていうのは、もう、上村さんはい。はい。正直、京都で他でライバル店って聞いたことあります？京都はないですね。大阪はちらほら。大阪はちらほらです。はい。なるほど。わかりました。まあ、ちょっと防音のこと、まだまだね、実際どれぐらい防音効果があるのかとかっていうところ、まあ、いろいろ気になるところ多いと思うんで、また次の動画も同じような感じで引き続き見たりしていきたいと思います。ありがとうございました。